特別な仕事を頼みたいんだ。なぜなら今日は特別な日なのだ。え、何の日ですか？今から25年前のまさにこの日、私は家内と結婚した。うわ、結婚記念日なのだよ。おめでとうございます。ありがとう。それで家内に内緒で特別なプレゼントを用意したいんだ。前から吾妻屋が欲しいと言っていたから、それをね、作ってもらえないだろうか。もちろんですとも。奥様にとって特別な日になるようお手伝いしますわね、みんな。おう、もちろん頑張っちゃうよ。ああ、どうもありがとう。おお、あともう一つ、家内は勘がいいから何か気づくかもしれない。毎日プレゼントのことを聞かれても答えないでくれ。何も何も。だけどすごいプレゼントでしょ。いいのよマック、内緒にしておいてびっくりさせるんだから。では私は一足先に家に帰る。家内には出かけてもらうようにするよ。よし、みんな、誰にも何も言っちゃダメだよ。プレゼントか、うわあ。マック。あ、うん、しー、何も言っちゃダメなんだから。大丈夫だよ、誰にも言わないから。いやあ、みんな、なんか面白いことありそうだね。おお、面白いことなんて何にもないよ。そう、君に言うことは何もない。そう、オイラに言うことは何もない。どういう意味？知ってても教えないってこと。え、な、なに？だから内緒。お願い、教えて。うん、ダメだよ、だって内緒だもん。なあ、ちょうどよかった。出かけるのか？あなた、町でちょっと買うものがあるの。ああ、そうかね。町に行くなら、せっかくだからトニーの美容院に行って髪をセットしてもらったらどうだ。あら、まあいいわねそれ。じゃあもう出かけなくちゃ。行ってきます。やったぞ、バーバラは夕方まで戻ってこない。我ながら素晴らしいアイディアだったじゃないか。内緒って一体何なのマック。ねえ、誰にも言わないから。さあみんな出かけるよ。マックは別のお仕事、 JJ のお店に行って注文した材木を取ってきて。オッケー、ウェンディ。急いでね、マック。ねえ、教えて、お願い、友達じゃないか。ダメなんだよスパッド、 JJ の店に行かなくっちゃ。なあマック。やあ、どうも。待って。さてベントリーさん、どこに立てますか？私が立ってる場所だよ。それじゃあみんな始めよう。よしだ、ここね。土台ができたぞ、次は柱だ。マックが材木を持ってこないと無理だわ。マックどこかな。探しに行ってくる。ああ、頼んだよスクープ。内緒って何なの？ああ、わかったよ。ベントリーさんの結婚記念日のプレゼントの話。ああ、ベントリーさんの奥さん。結婚記念日のプレゼント知ってるのね。困ったな。マック、いいでしょ？ヒントだけでも。その。お願いマック。私とても待ちきれないわ。それが、その、何？でも言われてるんだよな。何も言っちゃダメって。ベントリーさんの奥さん、結婚記念日のプレゼントは何かというと、何なのマック。何も。何も？まさかあの人何もくれない、そういう意味？まあそんな。
いや、そのつまり何もっていうのは。いいえ、いいのよ。気にしないでちょうだい。聞くんじゃなかったわ。あー、違うんだ。あのね、ベンドリーさんはつまりね。いいえ、いいの。大丈夫よ。そうだわ。これからちょっとお買い物でも。自分にプレゼント買わなくちゃ。大変だ。困っちゃったな。マック、まだ材木取ってきてないの？ボブとウェンディが待ってるよ。だけど早く行かなきゃ。マック、出ないとパーティーまでに間に合わないよ。パーティーって？ベントリーさんたちの結婚記念日のパーティーだよ。その時にプレゼントするんだってさ。さあ早く行こう。ああ困ったな。ボブ、芝生の上のコンクリートの土台だけじゃプレゼントにはならないよ。あ、待ってたのよマック。ごめんウェンディ、みんなごめん。いや、材木が届いてよかったよ。それじゃあ早速組み立てよ。あー、オーケー。僕ちょっと出かけてくる。誰かさんにあることを言ったらすぐ戻ってくるから。まあマック、ちょっと待って。君にも仕事があるんだよ。あ、でもボブはあの、やってくれるかい？もちろんさ。うん、もちろんさ。はあ、どうしよう。よし、そっとそっと。ほらーい。はい。あ、ありがとう。オッケー。とっても素敵なアズマヤ、出来上がりだ。みんな、よく頑張ったね。ねえ、もう出かけてもいいかな。急いでやることがあるんだ。いいよマック、でもすぐ戻ってね。パーティーのお客さんがもう来る頃だから。わかった。マック、今日はどうしたんだろう。はあ、ベントリーさんの奥さんどこだろう。パーティーが始まっちゃうよ。ああ、奥さん、やっと見つけた。あら、また会ったわね。ねえ、ベントリーさんの奥さん、荷物貸して持ってあげますよ。お家まで送ります。ああ、いいのよマック、まだ家には帰らないから。ご親切ありがとう。だけど帰らなくちゃ。だって、だっていいのよ、もうちょっとだけお買い物があるの。それから母のところに寄るわ。ダメ、家に帰ってください、今すぐ。なぜ？ああ、それは、ああ、ごめんなさい、どうしても言えないんです。マック、どうしてちょうだい。いえ、ダメです。マック、おかしな真似はやめて。邪魔しないでマック、あなたどうかしてるわ。しょうがないな、こうなったらこうするしかないや。とっても素敵なパーティーですね。ところで主役は？ああボブ、もうとっくに帰ってきているはずなのに。ちょっと町へ買い物に行くと言って出かけたんだが、母親のところだと大変だ。朝までおしゃべりが終わらない。みんな待ちくたびれているし、少し遅れるといいよ。なあ皆さん、こんばんは。ご存知のように、今日はその私たち夫婦の結婚25周年の記念日です。しかしあいにくながら予定とは違って、マック、下ろしてちょうだい。ああよかった、バーバラ。あら、皆さんこんばんは。結婚記念日おめでとう。あれ、まあ、素晴らしい。これが欲しいって言ってたのだから、びっくりさせようと思って。まあ、あなただから無理やり家に連れてきたんだ。ごめんね、僕のせいで悲しませちゃって。ほらほら、パーティーの主役なんだから早く。ありがとうマック、すぐに行くわ。ありがとう、あなた本当にとっても素敵だわ。マック、今日は一体何をやってたんだい？ああ、ボブ、すごく長い話なんだ。でも一つ分かったよ。何が？内緒にしときたい話は最初から何も言わない。何？でも言われてるんだよな、何も言っちゃダメって。ベントリーさんの奥さん、あ、結婚記念日のプレゼントは何かというと、何なのマック？何も。何も？まさかあの人何もくれない、そういう意味？
そんな。いや、そのつまり何もっていうのは。いいえ、いいのよ。気にしないでちょうだい。聞くんじゃなかったわ。ああ、違うんだ。あのね、ペンドリーさんはつまりね。いいえ、いいの。大丈夫よ。そうだわ。これからちょっとお買い物でも。自分にプレゼント買わなくちゃ。大変だ。困っちゃったな。マック、まだ材木取ってきてないの？ボブとウェンディが待ってるよ。だけど早く行かなきゃ。マック、出ないとパーティーまでに間に合わないよ。パーティーって？ベントリーさんたちの結婚記念日のパーティーだよ。その時にプレゼントするんだってさ。さ、早く行こう。ああ、困ったな。ボブ、芝生の上のコンクリートの土台だけじゃプレゼントにはならないよ。あ、待ってたのよマック。ごめんウェンディ、みんなごめん。いや、材木が届いてよかったよ。それじゃあ早速組み立てよ。あー、オッケー。僕ちょっと出かけてくる。誰かさんにあることを言ったらすぐ戻ってくるから。まあマック、ちょっと待って。 JJ のお店に行って注文した材木を取ってきて。オッケーウェンディ。急いでねマック。ねえ、教えてお願い。友達じゃないか。ダメなんだよスパッド。 JJ の店に行かなくっちゃ。なあマック。やあ、どうも。待って。さてベントリーさん、どこに立てますか？私が立ってる場所だよ。それじゃあみんな始めよう。よしだ。ここね。オッケー。土台ができたぞ。次は柱だ。マックが材木を持ってこないと無理だわ。マックどこかな。探しに行ってくる。ああ、頼んだよスクープ。最初って何なの？ああ、わかったよ。ベントリーさんの結婚記念日のプレゼントの話。ああ、ベントリーさんの奥さん。結婚記念日のプレゼント知ってるのね。困ったな。マック、いいでしょ？ヒントだけでも。その。お願いマック。私とても待ちきれないわ。それが、その、ボブとブーブー。やってくれるかい？今日は特別な仕事を頼みたいんだ。なぜなら今日は特別な日なのだ。え、何の日ですか？今から25年前のまさにこの日、私は家内と結婚した。うわ、結婚記念日なのだよ。おめでとうございます。ありがとう。それで家内に内緒で特別なプレゼントを用意したいんだ。前から吾妻屋が欲しいと言っていたから、それをね、作ってもらえないだろうか。もちろんですとも。奥様にとって特別な日になるようお手伝いしますわね、みんな。おう、もちろん頑張っちゃうよ。ああ、どうもありがとう。おお、あともう一つ。家内は勘がいいから何か気づくかもしれない。毎日プレゼントのことを聞かれても答えないでくれ。何も。何も？だけどすごいプレゼントでしょ。いいのよマック、内緒にしておいてびっくりさせるんだから。では私は一足先に家に帰る。家内には出かけてもらうようにするよ。よし、みんな誰にも何も言っちゃダメだよ。プレゼントか。うわー、マック。あ、うん、しー、何も言っちゃダメなんだから。大丈夫だよ、誰にも言わないから。いやー、みんな、なんか面白いことありそうだね。おお、面白いことなんて何にもないよ。そう、君に言うことは何もない。そう、オイラに言うことは何もない。どういう意味？知ってても教えないってこと。
なに？だから内緒。お願い教えて。ダメだよ、だって内緒だもん。なあ、ちょうどよかった。出かけるのか？あなた、町でちょっと買うものがあるの。ああ、そうかね。町に行くなら、せっかくだからトニーの美容院に行って髪をセットしてもらったらどうだ。あら、まあいいわねそれ。じゃあもう出かけなくちゃ。行ってきます。やったぞ、バーバラは夕方まで戻ってこない。我ながら素晴らしいアイディアだったじゃないか。内緒って一体何なのマーク。ねえ、誰にも言わないから。さあみんな出かけるよ。マークは別のお仕事。待って、君にも仕事があるんだよ。あ、でもボブはあの…やってくれるかい。もちろんさ。もちろんさ。はあ、どうしよう。よし、そっとそっと。ほらはい。あ、ありがとう。オッケー。とっても素敵な東屋、出来上がりだ。みんな、よく頑張ったね。ねえ、もう出かけてもいいから、急いでやることがあるんだ。いいよ、マック。でも、すぐ戻ってね。パーティーのお客さんがもう来る頃だから。わかった。マック、今日はどうしたんだろう。ベントリーさんの奥さんどこだろう。パーティーが始まっちゃうよ。奥さん、やっと見つけた。あら、また会ったわね。ねえ、ベントリーさんの奥さん、荷物貸して持ってあげますよ。お家まで送ります。いいのよマック、まだ家には帰らないから。ご親切ありがとう。だけど帰らなくちゃ。だっていいのよ、もうちょっとだけお買い物があるの。それから母のところに寄るわ。ダメ、家に帰ってください、今すぐ。なぜ。それは、ごめんなさい、どうしても言えないんです。マック。